こんにちは、ハイジーです。というわけで今日もまったり楽しくサブチャンネルの方やっていきたいと思うんですけれども、早速なんですけれども、やっぱり私ね、生配信がねどうやらね好きなんですよね。皆さんとのコミュニケーションなんかも含め好きなのに、いつも機材のことがねよく分かってないくせにいろんなことやろうとして失敗して、結局焦ってうまくいかないっていうものがアーカイブに残り続けているっていう恥ずかしいチャンネルに今なっている状況でございまして、今日もね午前中にあるラーメン屋さんに行きまして、その帰り道コンビニに行ったら、あれセブンでこんなのあんの、あすげえ、ぜひ食べてみたいっていうものがあって、もう気持ちが抑えきれなくて、その場でね生配信をしたんですよ。そうしましたところ、もういろんなミスが起きまして、まずもうこの暑い時期にね、車の中でエアコンもつけずにアイドリングストップっていうことを心がけて配信したら、すぐ iPhone 熱暴走して止まるっていうのがまず分かってなかったと。それプラスまたいつものようにこっちのチャンネルでゆったりまったり楽しくやろうかなと思ってたのに、間違えてメインチャンネルでやってしまいましたっていうのもあったりして、もう一回動画をねもう消しました。もう嫌だと思って。で結局何を食べたのかって言いますと、こちらね、豚孫という豚麺のさ卵バージョンがあったからびっくりして買っていいじゃんって食べたんですけども、食べてる最中にブツンと配信が切れて、本当にご心配おかけいたしました。その時の様子ちょっとご覧ください、どうぞ。豚麺ってあるじゃないですか、児童のソウルフードと言われる豚麺の、なんと卵、とんでもないうまさ、豚骨味の卵という豚麺の卵バージョン、豚麺の卵バージョン、デカキンさんではございません。これデカキンさんではないですよ、豚麺のキャラクターでございます。すごい匂い、しょっぱい匂い入ってます。あ、すごい、こう開けただけでもしょっぱ、しょっぱ、酸っぱ、しょっぱさと酸っぱさもあると、なんかうん。でね、卵、うずらの卵が、5個入ってますね。5個入ってます。ちょっとお見せしづらい気がするんですけども、5玉入ってまして、国産うずら卵使用で、本品は豚麺は入っておりません。豚麺の味を再現したものでもありません。いただきます。で塩分どのくらいですかってコメントが今ありますけれども、0.89g、62kcal、タンパク質 5.5g、脂質 3.6、炭水化物 2.0 でございます。すがじ。多分税抜き171円です。美味しいよ。いいおつまみ。外側かなりね、しょっぱい。けども、結構、うずらってさ、黄身の割合が多いじゃん。結局黄身がちゃんと入ってて、なのでそこの甘さもちゃんとあるから、食べてうわしょっぱいなって感じるほどじゃないかなって思ってます。ただこの直前に言ってもラーメン食べてますから、ちゃんとした顔赤くなってますよ、大丈夫ですかということでございますが、あれっていう感じで、めちゃくちゃな死に気でトンボ配信だったんです。なので続きの豚卵食べていこうということで、これね一応ね電子レンジで温めますと卵が破裂する恐れがありますので、ということでこのまま食べるのを推奨という商品でございます。このような煮卵が入ってるといった商品でございますね。うん味濃い、やっぱ。はい、そんなわけでね、さっきは実はラーメンを食べた直後にこれ食べたから割とねそんなにしょっぱくないかもみたいなことを言ってましたけども、今リセットし終わって改めて食べましたら、結構ね表面からもう味濃い、しみしみ、ポークエキスの感じもかなりするんですけれども、例えばさこれをさ、じゃあラーメンにさうずらが入ってるパターンとかあるじゃん、そういう感じで豚麺にこれも浮かべちゃって食べてみるみたいなことをしたくなっちゃったりもするんですけども、多分それしたらね
味濃すぎるから、そもそものこれ自体で成立しちゃってるから味がね。だから多分しょっぱ、もっとしょっぱっていう感じになっちゃう気がするので、やっぱり単体で楽しむ方がいいのかなって個人的には思いましたっていうお味でございました。というわけで今日のコメント返しのコーナー行きましょう。ミッサ大谷さんからのコメントで、この大谷さん以外の方からもたくさんの同様のコメントが来たんですけれども、トンデンのイントネーションが面白いです、ドサンコよりということで、あれと。そうそう、トンデンっていうファミレスがありまして、そこのねメニューどれ食べても美味しくて好きなんだっていうことを話したんですけども、イントネーションがおかしいと。ちょっと待って、僕の知る仲間内の芸人さんとかスタッフさんとか、それはもう世代問わずなんですけども、みんなトンデンって言ってるから、あれ、じゃあもう多分全員で間違ってるんですよ。正しいイントネーションが知りたいんですけども、パークマンサーさんからのコメントで、トンデン下矢印なんで、トンデン、トンデンっていうのかな、あの並びの4文字見たらトンデンって発音しちゃう気がして、トンデン兵っていう言葉がさ、子供の頃に習った言葉だから、そっからトンデン、あとはトンデンだじゃん、トンデンじゃん、トンデン兵も北海道のだから警備とか開拓に当たった方々だから、トンデン兵、トンデン、トンデンだじゃん、トンデン、トンデンでよろしいでしょうか。でこれからトンデンといえば舐められずに北海道に行っても大丈夫ということでしょうか。すいませんでした、教えてくれてありがとうございます。皆さんもじゃあ関東の皆さんもトンデンでございます、覚えておいてくださいって言って、今これが違うかもしれない、だったらごめんなさい。中村モンドさんからのコメントで、ファンデーション変えた、変えてませんというかしてませんよ。ファンデーションした上でこのヒゲのアピール半端じゃないでしょう。私でもね、化粧水はしてる。すみません、あ、違う、今日ちょっと見せます、せっかくですから、ちょっと待っててね。ただねこれね、その時期によってというか、もう使い切ったら違うもんまた買っちゃうみたいなところがありますから、今はこれですよっていうことなんですけれども、誰も興味がないハイジーのスキンケアグッズ紹介なんですけども、ハトムギ化粧水っていうのがありまして、これもねだいぶ、これだけはねだいぶ昔から使ってるかな。ただこれはね、僕が妻と知り合った頃に教えてもらって、その頃からずっと使っているハトムギ化粧水なんですけども、今回僕が使っているハトムギ化粧水は僕知らずに買っちゃったんですけども、妻が当時教えてくれたハトムギ化粧水とはメーカーさんとかが違うやつらしくてっていうことですが、あと一応ねここポンプはカスタマイズしております。本来これについてないんですけども、本来はこれただキャップがついてただけなんですけども、これは別で調達して付け替えて、こうやってピョン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 とやっております。で、特にねパタパタパタっていうその白い布、なあれなんて言うんでしたっけ、なんかそういうのは使ってません。なんか染み込ませてこうやってやるじゃん、それ使ってません。手に入れてもバシャ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 ってやるタイプでございまして、あとね、乳液誰が知りたいの、誰が知りたいか分かんないですけども、一応スペシャルジェルクリームホワイトというアクアレーベルっていうの、これっていうのを化粧水の後に使っておりまして、今もうだいぶねここまで来ておりますが、こういうのもね毎回毎回ね使い切ってお店に行ったらもう同じ場所になかったりするので、割とね、なのでもういいやと思って、もうその時目についたものを買ってしまうという感じでございます。結構乾燥肌だから絶対にね、こういうのは何かしらクリームは使います。で基本的にヒゲ脱毛なんかもしてますので、日焼けはねダメだって言われてるんですけども、やっぱり行くじゃないですか、外の公園とか虫捕りとか娘と一緒に行くっていうのは、そのさ日焼けしたくないからとかいう理由で行かないのはわけわかんないということで、これねドクターシーラボというところの SPF50 のなんかのスティック系のね、こうなんか日焼け止めのやつなんですけども、これはここひねるとねこう出てくる、すごい楕円形のリップグリーンみたいな感じで出てきて、これをねこう塗ると全然ベタつかないんですけども、ちゃんと SPF50 というものですごくいいです。これはかなりいいなって思って使っております。なのでこれがなくなったら同じものを買い替えようかなって思うくらい、まず僕髪とかもさ、なんかヘアワックスとかつけるのがなぜ嫌かっていうと、もうベタベタしてるものがどっかにあるのが嫌だということなので、これもこうなんかこうやっても全然ベタつかないからいいなと思って使っております。どうでしたでしょうか
ちょっと興味がかなりなかったら申し訳ないんですけれども、サブチャンネルはこうやってね、その場でちょっと思いついちゃった、自分の中でおーこれやってみたいっていうようなことをちょこちょこやっていきたいと思っておりますので、お付き合いよろしくお願いいたします。それではまた明日お会いしましょう。さよなら。